赤味噌さん、復活。どんな言い訳してるんだ。なんで外で配信しているんや。戻ってくるの早すぎる。マジで承認欲求の塊やな。 X に本人がちな役と認めたってポストあったけど、まあさっさとのも溶けみたいにヤフイ作って感情を殺して金儲けしてりゃこんなことにならんかったのに。ちな役赤で自演用語や誤爆してる時点で言い訳しようがないやろ。もともと情報発信アカウントで好き勝手やってた。フォロワーが増えて好きなことが発言できなくなった。2022年頃は全部ポジティブなポストしかしてなくて敵を作らないようにしていた。もう中日に関わるのやめてくれ。味噌、すごく時間かけてきたデータが否定されるのが許せなかった自分がいた。さすがに早すぎて草ネットないと死にそうやな。まあ嘘ついた後にバレるよりは認めた方がマシや。一番の最適解は活動をやめることやけどな。一回中日応援やめて働いたらいいのに、今は応援してるってより取り憑かれてるやん。承認欲求はあっただろうけど、まああんだけフォロワー増えてどうしたらいいかわからんくなったんだろうな。やっぱなんだかんだで中日さんが好きなんやな。立浪が赤味噌を狂わせる。立浪の隣には片岡が良くも悪くもべったりだが、赤味噌の隣には行き過ぎた表現があったのは間違いないですけど、中日ドラゴンズが嫌いということではない。とにかく中日ドラゴンズのことをずっと考えていて思想が極端になってしまっていた。お前らは何に対して怒ってるんや。別にええやろ。やめられるわけないんだよな。承認欲求中毒になってるだろうし。ご視聴ありがとうございました。